乗り越えネット代表上野千鶴子さんを提訴しました。うおー。千鶴子。てか乗り越えネット代表が上野千鶴子やったのがびっくりやし、それもびっくりやし、赤い貴族。それもびっくりやし、ここには書いて、あ、書いてあるわ。ノートを見る限りで、うわ、なんか、代表が、共同代表が大量にいるんやって。びっくり、そこにびっくりしたわ。上野千鶴子が代表っていうのもびっくりしたし。もう読んでいったろか。せっかくやから。石井ポンペ。原住アイヌ民族の権利を取り戻すウコチャラン家の会代表だって。これ、アイウェオ順やな。上野千鶴子、東京大学名誉教授。宇都宮健治、元日弁連会長。狩谷哲出てきたよ。漫画原作者。あ、鼻血だでおなじみの。鼻血でおなじみの狩谷哲先生ね。福島に行ったら鼻血が出るでおなじみの狩谷哲先生ね。出ました、北原みのりさん。コラムニスト、セックスグッズショップ、ラブピースクラブ。あ、こんな人も入ってるよ。河野さん。あの、松本サリンの冤罪かけられて、えらい目にあった人よ。うわ、なんかがっかりや。うわ、なんかがっかりや。この人が、まあ、マスコミとかのせいでえらい目に遭わされたんは、冤罪かけられて、マスコミを中心に、ひどい目に遭わされたんは知ってけど、こんなんのに入ってるのは、がっかりした。俺、がっかりやんね、お前。うわ、なんか見方変わったわ。ちょっとすまんけどよ。なあ。佐竹新評論家、よくわかります。新数語出たね。あれやね。万引きして捕まって、日本名を名乗ったらよかったなわ。違うわ。なんか、定期券かなんかをぶら下げて、それ見つかって、日本名にしときゃよかったっていうおなじみの新須賀さんね。まあ、だから気持ちはわからんでもないけど、いや、これでも、こっち側の味方する意味が全くわからへんけどな。河野さんな。ああ。で、鈴木邦夫。新右翼団体一水会顧問もこっちに入ってんねて。どういう集まりやねん、これは。なあ。高里鈴よ。ふんふん、救援センター。何やねん、この。これ、あれにも、乗ってた人やんな、多分。ふんふん、救援センターってことは。ああ、外戦右翼ってことか。そういう意味か、だから。逆のことか。佐高。ああ、この評論家ね。みんなよしてんな。だからこの鈴木邦夫は外戦右翼やから実質右翼ではないってことだよね。そういう解釈でよろしいか。一橋大学名誉教授、法政大学学長。学校あれやね。あいつは洞口が中核派の活動をしてたことでおなじみの法政大学ね。信州大谷発祥僧侶が何やってんねん。小説家。部落解放同盟中央書記長。なるほどだね。労働組合役員。東京造形大学教授。元部落解放同盟中央本部書記長。村山富市もいるよ。村山富市まだ生きてんねんな、それより。田中優子。泥を塗りまくり。汚染されてんな。東京大学名誉教授。何ですかこれ、めちゃくちゃすごいメンツですね。これ全部相手にするんですか。まあ、どれが本当の今回のあれね、ひまそらさんの動画を削除申請出してきよったやつが誰なのかわからないんで、とりあえず上野千鶴子を相手にしたっていう話やね。で、上野千鶴子じゃないんであれば違うよって言ってくれたら、まあそうしてくれやっていう話やな。楽しみですな、ついに。で、乗り越えネットはこれを乗り越えられるかどうかいう話だね。